いい加減にしてよ。あなたは一体何なの？答えてよ。みんなといる時も一人でいる時も関係なく、いつも私に話しかけてきて、なのに返事をしてもあなたは笑ってばかりだ。用がないなら私に近づかないでよ。それに、あなたは誰？一体誰なの？知らない。あなたなんか、私は知らない。勝手なこと言って、私を惑わせないで。もう、どっか行ってよ！そんなことない。私は何を。
そう。そうだよ。失いたくない。トド君は、私の。できない。できるもんか？あんな、せいで、あんな！そんなわけあるか！神様なんて、神様なんて私を、ちっとも！負けるもんか。負けるもんか、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 負けるもんか！つみちゃん、どうしたんだい？はあ、夏美ちゃん。
俺の神床に祝い祭り沈め祭る掛け幕もかしこみお社の大神これの神床に祝い祭り沈め祭る掛け幕もかしこみお社の大神はい、もしもし。あ、夏美？お母さんだけど。夏美？おばあちゃんが、おばあちゃんが変な飾りとおまじないをうちに。まさかうちってうちの。どうしようどうしよう、見られちゃうよ他の人に。変なうちだって思われて。うちだけじゃなく親戚のお年寄りがみんな。だから逃げなさい夏美、早く。夏美ちゃん、
大丈夫だからね。だから泣かないでね。大丈夫だから安心してね。夏美ちゃん、おばあちゃん、バイバイ。夏美、何をする気だ？夏美？わかってるよね。お父さんもお母さんも、このままじゃ、私たち幸せになれないって。高校生の女の子が、祖母を殺害。もし新聞に載ったら、お父さんは失業だね。お母さんも友達がいなくなって、親戚からも絶縁で村には帰れない。あ、もうガス災害でほとんどいないか。ね。あんた、自分の言ってること、わかってるの？そうだぞ、夏美。そんな、お前。うん、わかってるよ。親戚みんなへの見栄で進学校に通わせて、毎日私を勉強漬けにさせたお母さん、出世に響くから、私の入院の理由を貧血症にしてごまかしたお父さん。私、何か間違ってる？それは。どうしたの？二人とも顔が真っ青だよ。私のやってるのは二人がやってきたことと同じなんだから。だから全然おかしくない。そうだよね、二人とも私のためにやってくれてたんだもんね。夏美、
お母さん、手伝ってくれるよね。ハルコ、お前まで何をしてるんだ。鬼退治だから。本日正午過ぎ、岐阜県山中の県道で女性の遺体が発見されました。年齢は70歳から90歳。現在警察では、どういうこと？夏美。夏美、夏美、自首しよう。え？夏美、警察に行って罪を償おう。お父さんもついていくから。どうして？やっと元の生活に戻れたのに。鬼はいなくなったのに、なんで？なんですよ！お父さん。すまない。私は、わざと目につきやすい場所におばあちゃんを置いてきたんだ。私は、早くこの悪夢から目覚めたい。その一心で、もうこれ以上、罪を重ねることに私は耐えられないんだ。きちんとおばあちゃんが成仏できるように、
私たちは罪を償わなければならないと思う。あなた。言ってたのに、幸せな日々を取り戻せると思ったのに。お母さんとお父さん二人して台無しにするつもりなの？夏美、目を覚ましなさい。現実を受け止めるんだ。嫌だよ、そんなの。嫌、嫌、お前が殺したんだ。あんなに優しかったおばあちゃんを。自分。夏美、お前が殺した。夏美、夏美。
何を。夏美、お前一体どうしたんだ。私の味方だよね。鬼がまだいる。音がする。しなきゃ、退治しなきゃ。鬼が君よし、お前。私。私のこと好きだよね。
ああ、ついにやっちゃったね、夏美。どうする？大好きな東堂くんに見られちゃったね。今は気絶してるけど、目覚めた時に今あったことを忘れている。なんて、都合のいいことにはならないか。どうすれば、私、決まってるでしょ？もうどうしようもないよ。できることはなーんにもなしで。あなたはこの後捕まるの。警察にね。言っておくけど、逃げ出しても無理よ。きっと東堂くんが今起こったことを警察に話しちゃうでしょうから。で、追い詰められて逮捕。絶望して自殺ってのもいいかもね。そして怪我が治った東堂くんは、誰かさんと一緒にハッピーエンド。あなたのことなんて、すぐに忘れちゃうかも。そうそう、正解。で、あなたに質問。東堂くんをこのままにしてていいの？放っておくと取られちゃうよ。あの誰かさんに。それでオッケー？ぐごめんね、東堂くん。やめなさい！もうやめるんだ、夏美さん！お前、私が全部消したはずなのに、どうして、そんなはずない！